1734年版、モリエール全集サシ絵。第4幕のビーナスリンの場面。豪勢な恋人たちは、モリエールの儀曲。1670年発表。サンジェルマン安令場にて、同年2月4日初演。クリティダスをモリエールが演じた。舞台は、テッサリア、完美な天日渓谷。豪勢なお祭りが開催されているというのに、ソストラートは何やら思い悩んでいる。 クリティダスは一人で思い悩むソストラートを見ていたが、彼がエリフィルビメに恋をしていることを感破した。恋を見破られて動揺する、ソストラート。彼は、戦争においては猛将だが、恋となると、途端に臆病になって震え出してしまうのだった。ところが、そうなってしまうのも無理はない。ソストラートと姫では、あまりに身分が違いすぎるからである。その上、二人の王子が毎日毎日、 彼女の気を引こうと頑張っている始末。クリティダスは、ソストラートに恋を成就させるために協力を申し出た。クリティダスは、姫のお気に入りだから、檻を見て話をしてみるという。そこへ、女王、アリスティオ・ヌヤ・フィクラーと、ティモクレスラ王子がやってきた。王子たちは、毎日エリフィルビメの気を引こうと頑張っているが、彼女の気持ちが一向に読めないので困っている。そこで、女王は、 姫の素直な気持ちを聞き出す役として、ソストラートを選んだ。孤児しようとする、ソストラートだったが、逆らえるわけもないのだった。自分の味方になるよう、それぞれの豪勢な恋人から頼まれ、適当に返事をしているクリティダスであったが、そこへリフィルビメがやってきた。ちょうどよかったと話を持ちかけようとするクリティダス。早速約束した通り、 エリフィルメにソストラートの話を持ちかけるクリティガス。どうやらエリフィルの方でもソストラートを思っているようだ。そこへ女王から命じられた役割を果たすためにソストラートがやってきた。エリフィルはソストラートにどちらの王子がより素晴らしいか意見を求めるが彼は自分の気持ちに嘘はつけず姫気味にふさわしい人間などいないと述べるに止めた。そこへ女王の従者。 コレーブがやってきた。再び、王子の見せ物が始まるから。相変わらずの催しのす。エリフィルはそれに応えて、自分では決めかねるので、どちらの王子がふさわしいかは、ソストラートに決めてもらおうと提案する。アリスティオーヌも、その提案に賛成である。当然嫌がる。ソストラートは、今度こそはと混成し、なんとか誇示することに成功した。では一体どうするか。 先生術に任せてみてはどうかという意見も出たが、ソストラートが反対し、結局何も決まらなかった。美しい洞窟へ向かうアリスティオーヌとエリフィルであった。女王、アリスティオーヌはエリフィルと二人。ところが、エリフィルは何も答えず、ただ結婚をせかさないようにお願いするばかりであった。そこへ、突然、ビーナスが降臨した。ビーナスは、 女王の命を救った者を娘婿とせよという。そうおっしゃるなら、と、素直にそれを受け入れる女王であった。ところがビーナスは、アナクサルクによる策略だった。二人の王子に手を貸してくれと頼まれているが、イフィクラートの方が賄賂などの条件がいいので、彼に協力することにしたという。毎晩一人で岸辺を散歩する女王を、海賊のふりをした男たちに襲わせ、 それを、イフィクラートが助けるという計画である。エリフィルがやってきたので、慌てて立ち去るアナクサルクであった。一方、エリフィルは、ソストラートを呼び寄せ、彼に愛を打ち明けた。神々に運命を決められてしまったがために、この恋が叶わなくなったことを悟り、嘆き悲しむ、エリフィルとソストラートであった。ところがクリティダスが知らせを持って、エリフィルのもとへやってきた。神様は、 ソストラートを無垢にするようにしてくれたのだという。イノシシに襲われたアリスティオーヌを、ソストラートが助け出したのだという。それを聞いて、途端に喜び出すエリフィル。恋に敗れたことを知って騒ぎ立てる王子たちだったが、そんなものを気にもかけず、華やかな出し物の見物に向かうアリスティオーヌであった。1670年1月30日、モリエールとその劇団は、 サンジェルマン案例におもむき、同地の城で開かれている国王類十四世の演劇祝祭において、同年二月四日から数回にわたって本作を披露した。披露されたのはこの機会のみで、他の作品のようにパレロワイヤルで市民向けに公演は行われていない。それどころか、この作品については、ラグランジュの帳簿において一切言及されておらず、モリエールの生前には、 テキストも出版されていない。テキストが初めて出版されたのは1682年に刊行されたモリエール全集においてである。この作品のアイデアをモリエールに与えたのは国王であるようだ。序文においてモリエール自身の言葉でそれが強調されている。市民向けに講演が行われなかったのはもともとこの作品が宮廷用に作られたことに加えて、 パレロワイヤルがひどく老朽化していたことが理由として挙げられる。本作は第4幕におけるビーナスの降臨の場面がなくては話が進まないからそもそもおがかりな仕掛けを使った芝居を上演できないパレロワイヤルではできるはずもない演目だった。その上、モリエールはエリードビメを制作した際装飾を取り外してパリ市民向けに上演して失敗した過去があったので なおさらそのようなことは考えなかったのである。本作の序文にもあるように、ありとあらゆる演劇の要素が盛り込まれている。豪華絢爛なバレエや音楽付きの巻き歌劇などであるが、しかし本作品は、決して17世紀前半に、フランス演劇界で流行した巻き歌劇の陳腐なテーマをなぞっているのではない。モリエールは巻き歌劇に、つき物の,の題材を扱いながらも、 巻き過激そのものに批判的な姿勢をとっている。母親の命を救った男性がその娘との結婚を許されるという設定や、特に豪華絢爛なバレエやびっくりするような仕掛けよりも、素朴で心の動きをそのままに表すパントマイムの、頬を好むというエリフィルビメの描写には、華やかなスペクタクルに対するモリエールの冷ややかな、かつ皮肉たっぷりの姿勢が現れている。ありがとうございます。